皆さんこんにちは。今日はよく、冬なので質問があるあのニットの毛玉についてをご紹介しようと思い動画を回しました。というわけで、あの結構こういろんな種類の糸だったり、あの素材だったりっていうのを集めたので、このニットたちで試しながら、この糸にはこのアイテムでこういう方法がいいよっていうのをお話しできたらと思っております。では早速、まずは使うアイテムですね。今日は、スタッフの私物で、持ってきてもらったんですけど、まずこれが、ケアブラシなんですけど、ニットの、専用のブラシです。でなんかあのアウターのブラシと違ってすっごくあの細い毛になっているので、それがポイントです。はい、とあとすんごいすっごい強くてびっくりしちゃったんですけど、こういった普通の毛玉取り機なんか、でも全然あの100均とかにも売ってるし、こういうの1個あるとすごい便利です。あとはもう普通のどこでもあるハサミです。この3つを使ってそれぞれやっていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。まず、ニットの種類なんですけど、今回いろんなものを集めてもらったんですけど、結構膨らみのある、これあのペルーの、ビッシュなんですけど、膨らみのある糸代表としてこんな感じ、結構極太の糸を使っていて、もう元々表面ふわふわしてるんですけど、まあ、ちょっとねもうこれサンプルで使用しも結構してるので、ふわふわってできてるのですごく結構やりがいがある感じで、これはヤクで、ヤクは動物性の繊維なので結構あのふわふわなんですけど、結構糸自体が細めになっているので、すごくあの繊細なニットで、これは今私も着てる、フラッフィーの生地なんですけど、これも同じく結構ふわふわなんですけど、あの編み地的に結構ねしっかりとこのリブみたいなこの表面感があるものなので、まあ、これこのリブ目編み目に対してどういう風にっていうのもお伝えできたらなと思っております。で、この2つが圧縮ウールになります。圧縮ウールも結構あの細めの糸でギュッと詰めているんですけど、結構こっちの糸よりかはあの目の部分がすごくフラットになっているので、なんか毛玉の出来方もちょっと違ってくるので、これもご紹介するのと、あと最後はこれはネパールの糸です。で、ネパールはもうこの子たちに比べてだいぶ糸が硬いんですよ、もともと。なのでなんか割とこのアイテムとかを使わなくって手でも取れるんですけど、まあ、そのあたりもご紹介していけたらと思います。はい、ではまずこちらのペルーのニットからご紹介します。先ほどもお話しした通り、このあの元々結構表面もフォワフォワしているものに対しては、まずこのブラシを使うとちょっとね余計ふわふわっと起毛させてしまう場合があります。こんな感じで、なんかあの極太紙を使っているので、なんか綺麗な表面がここなんですけど、表面感綺麗なままになっているのにブラシを与えることでちょっとガサガサさせてしまう可能性があるので、あまりブラシはおすすめしません。なのでこのこういったニットにはこの毛玉取り機とハサミがおすすめです。ではやっていきます。まず大きめのこういった玉になってるものに関してはもうそのままあの毛の部分をカットしていくっていうような感じでなんですが、小さいものとかだったらもう、まあ、一気にやってしまった方が楽だと思うので、毛玉取り機でいってみます。はい、こんな感じです。今ここら辺を中心にやってみました。で、ここには今、毛でちょっとさっきこう鳴らしたガサガサっとした感じがちょっと残ってしまっているんですけど、この表面感分かりますでしょうか。なのであまりやらない方がいいっていうのと、まあ、毛玉取り機でサッと取るとそれだけもうサラッとした、表面になるので、これぐらいの方がいいんじゃないかなと思います。ではこっちも仕上げていきます。表面のフワフワだけ取るような感じのイメージで取る方が綺麗に取れます。ギューってやっちゃうと
束ねてる糸自体を傷つけてしまうことがあるので、本当にあの膨らんでいるところだけを上から本当にさーっと取るぐらいでいいかと思います。はい、これも同じく元々が結構ふわふわっとしたタッチ感なので、あんまり、まあ、ブラシで整えるぐらいでもぶっちゃけ毛玉が できる前の感じだったら、なりそうな玉になってきてるところを綺麗に毛並みを揃えてあげるような感じで、まあ、ブラシで上から下に絶対に一方通行でこんな感じでやってあげるだけでも十分だと思います。ただこれも、中のこの編み目があるので、 あんまりギュッてやるんじゃなくて、表面の部分をなんか少しだけ滑らすぐらいの感覚で溶かしてあげるような感じ。長い毛の部分をこうちょっと寝癖のような感じになっちゃってるので、まっすぐに溶かしてあげるような感じ。まあこれだけなんですけど、さっきのと比べるとどうでしょう。はい、では続いてこっちの面を、毛玉取り機でやってみます。これも同じくで、まあ、でもあんまり大きい重要ポイントっていうか、そんなにこう裏を、本当に私今全然力入れなくて鳴らしてるぐらいですね。なんかちゃんとした毛玉がこのニットできていない状態なので、だからなんかまあ表面は綺麗にはなるけど、なんかどうしてもこうちょっとこうクシュッとなる感じが出てきてしまうので、やっぱりまあ大きい毛玉ができていないのであれば、こうやってさっきと同じように寝癖を直してあげる雰囲気で、イメージでこんな感じで溶かしてあげる。はい、どうでしょうか。はい、続いてこちらの薬ニットになります。これは、約 100% を使ってるので動物性の繊維ですし、この糸ってすごく細いので、あんまりこう毛玉取り機とかで無理やりやってしまうと糸が切れてしまったりとか、あとはもう穴が、最悪穴が開いてしまったりとか、そういうこともあるので十分注意をしてください。で、これも、繊維が細いので、まあ、おすすめは、やっぱりブラシで、これもさっきと同じく上から下に髪の毛を溶かしてあげるような雰囲気で表面を整えてあげるのがいいかと思います。ただ、この薬に関しては、さっきのニットよりも目がフラットなので、あんまりこれをやりすぎてしまうとふわふわができすぎてしまって、次回着るときに変に毛玉ができやすくなっちゃう可能性があるので、本当に表面の毛だけちゃんと撫でて落とすっていうような感じぐらいの方がおすすめになります。なるべく長くニット、同じニットを使うっていうところで、まあ、なんかケアも優しくケアしてあげるのが本当大事なポイントになります。はい、こんな感じですね。で、あと、私が持ってる私物のものはなんか前のものとか結構 2,3 年着てるやつもあるので、そういうのは割となんかちっちゃい毛玉みたいなのがちゃんともうできてくれてるんですね。なのでそういうのは毛玉取り機でガーッと取ってしまいます。はい、ただもう全然新品くらいのこの感じだったら、1年目だったらね全然いいと思います。こんな感じでパッパッパッとやる感じでいいと思います。はい、こんな感じです。はい、続いてはこちらの圧縮ニットになります。これは私も個人的に毎年着てるもので、もうヘビロテしすぎて、かなりちょっとこう弱らせてしまってる部分はあるんですけど、
その時の対処法も含めてお伝えしていきます。アッシュクールなので、逆にこのブラシでやってしまうと毛がかえって出てしまうので、逆にブラシはあんまりおすすめしません。これに関しては、しっかりと表面感をなだらかにする感じ、このマットさ、フラットさを再度作ってあげるような感じのイメージをしてください。であんまりね、今まだこのことかなってないんですけど、ちょっと凹凸が出てるなっていう感じがあるので、まあまだちょっと毛玉取りまでいかなくていいと思うんですけど、ちょっと一回やってみます。これは今横向きなんですけど、私的なおすすめ方法としては、さっきまでブラシとかは上から下に向けてやってくださいってさっきお伝えしたんですけど、なんか私いつもこれ毎年綺麗にするとき、だいたいこの起毛してしまっているこの向きに合わせて、ちょっと今立たせますね、わざと。この起毛している向きに対してそのままこういう風に逆毛でやってるみたいな感じ、倒さないでこのままこういう風にカットしてるって感じですね。なんかしっかりと一面こうちゃんと枯れるように、なんか撫でながらやるのがポイントです。フラットな面を作っていくような感じですね。はい、こんな感じです。で、戻しちゃった分は、まあ、またこうやってなだらかにしてあげてもいいし、結構なんか厄介な小さな玉っぽい毛があるようであれば、毛玉取りをした後にこうブラシで表面だけまたこういう感じではたくような感じで、あんまりやりすぎると、圧縮させている糸なのに、その圧縮部分がどこかこうほつれてしまっているみたいな形になってしまうのが怖いので、本当に表面だけにした方がいいと思います。で、薬と同じくあんまりやりすぎてしまうと、逆に起毛がかきすぎてしまって、次回切るときにどんどん毛玉になってしまう可能性があるので、本当私今ここのブラシのここの部分だけを使ってサン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 とやっている感じです。ここら辺がまだ結構ふわふわっとしてますよね。なのでこの辺も仕上げていきます。はい、こんな感じです。トップスと同じくこのパンツですね。パンツもやっぱりこの腰回り、バッグとかが擦れちゃうこの腰回りが一番できやすいかと思いますので、この辺りを中心にやっていきます。さっきと同じく、ちょっとこの毛玉ができそうなところは、逆向きに、なんかちょっとこう動かしながらが意味があるのかどうかわからないんですけど、私はなぜかこうちょっと動かしながらやることが多いです。はい。で、パンツに関してはやっぱトップスよりもすごくこう擦れる回数が多いと思うので、ブラシは使わずに毛玉取り器だけでいいかなって思います。さっきやったように、そのブラシでやってしまうとふわふわ感がすごく強くなってしまって、次の時にこう毛玉ができにやすくなってしまう可能性があるので、パンツに関してはなんかよりそれが懸念されるので、私は絶対にこの毛玉取り器のみをおすすめします。こっちが毛玉取り器で今やった部分で、こっちが使用後。はい、パンツはこんな感じで毛玉取り器のみでフラットな面を作りました。やっぱりブラシなしで大丈夫そうです。なので、トップスだけ気になる方はブラシかけてもいいと思うんですけど、圧縮ニットに関しては毛玉取り器のみでの方がおすすめです。はい、こんな感じです。
最後にこちらのネパールのニットになります。ネパールは、ウール 100% になってるんですけど、ペルーの糸に比べてすっごい硬いんですね。で、もともと商品の特徴的にもなんか柔らかさ、もちろん柔らかいんですけど、古着のでよくあるようなこんな風合いが特徴なものなので、なんかふわふわはしてるんですけど、そんなにこうなんだろう、変、一番多分取り扱いのしやすいニットだと思います。そのなぜならば、糸が硬い分、こう玉になってもポロって取れちゃうんですね。なので、これに関しては、まあ、気になる方は毛玉取りでももちろんいいと思うんですけど、ちょっと出てる部分とかはもう本当手でヒュッと取ってしまって、もうこれだけでも十分です。で、残っているこういう部分も馴染んでいくので、あんまりね変にやらない方がいいと思ってて、で、こういったフワフワって出てる部分もそのままにしといた方がいいと思います。変に引っ張ってしまうと硬い分、なんだろう、なんか全部一緒に取れちゃうというか、ちょっとやってみますね。こんな感じでこう取ってもまた出てしまうんですよ。なので自然にこう毛玉になってくれるのを待ってポッて取った方が綺麗に取るかと思います。で、もし毛玉取り器を使うのであれば、そういう自然にこんな感じでできてきてるこの自然な毛玉の部分をまあさっとこんな感じで取るのはいいと思うんですけど、このネパールはね、本当にお手入れが楽っていうのもあります。あと、もう糸がすごくしっかりしているので、まあ、クリーニングなんですけど、年1回のクリーニングで私は全然十分かなって思ってて、この裏面とかですね。気になる、本当に気になるところだけ。ここにもありますね。で、こういうのはハサミでもいいと思います。あとね、腕もまだまだ全然綺麗で、あんまりなんかこういう綺麗な面を刈ってしまうと、逆になんかこのチクッとしてる感じが可愛いニットなのになんかなくなっちゃうから、しかもなんかもっとチクチクもしかしたらしちゃうかもしれないので、本当このネパールに関しては自然の感じで自分らしい一枚を作っていくような感じ、本当になんか束になってるちゃんとした毛玉だけ取るような感じでケアしていただけたらと思います。はい、こんな感じです。はい、というわけで、今日は、ニット、さまざまなニットを使って毛玉の、処理方法を試してみました。全然私的なおすすめ方法になりますので、でも結構自宅でもやってるし、最近プレスルームでもね、いろいろ毛玉を取って、なんかもう趣味になりそうなんですけれども、それぐらい結構ニットだったり、ニットもそうなんですけど、お洋服に関しては長く愛用させたいので、ケアは結構ちゃんとしてる方です。なのでぜひ私のやり方ではあるんですけれども、少しでも皆様の役に立てたらなと思っております。なんかいろんなニットの糸だったり編み方によって違うっていうのがすごくポイントになりますので、そのあたりを動画でしっかりまた編み直してみていただけたらなと思っております。というわけで、ブラシと毛玉取り器は絶対に必須で、絶対に使う2つだと思うので、もう本当にケアする上で重要なアイテムになるので、ぜひなんかいろんな、もう本当に安いショップでもあるし、きっといっぱい使えるので、ぜひ皆様もゲットしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日はニットの毛玉の、お手入れ方法について動画を回してみました。皆様見ていただきありがとうございます。また違う時にいろんなケア方法もご紹介できたらなと思っております。それではありがとうございました。